それでは新型コロナウイルス感染症の発生につきまして、私の方から発表させていただきます。昨日12月の20日、徳島県立保健製薬環境センターの検査によりまして、1名の新型コロナウイルス感染者発生が確認をされたところであります。県内では192例目となります。以下感染者の内容についてご説明をさせていただきます。なお、公衆衛生上の観点からお住まいの市町村名を公表させていただきます。感染者のまず年代につきましては、50代女性、徳島保健所管内、那賀町在住の方、職業は無職の方であります。感染者の発症日、症状、行動歴につきましては、記者の皆様方のお手元に配布させていただいている資料をご参照願えればと思います。なお、現在新型コロナウイルス入院受け入れ医療機関に入院調整中であります。また現時点での濃厚接触者については、同居のご家族2名となりますが、このうちのお一人は190例目の方、もうお一人は一昨日12月の19日陰性が確認をされております。なお、現在継続して積極的疫学調査実施しているところであります。プライバシー保護の観点からぜひご配慮をよろしくお願いをいたします。今年も残すところあと10日となったところでありますが、例年にない年の瀬を迎えることとなりました。年末年始の過ごし方につきましては、昨日12月の20日全国知事会におきまして、国民の皆様方に対するメッセージが発出されたところでありますが、改めまして県民の皆様方に以下の点についてご留意をいただければと思います。ということで、ここに昨日も示させていただいた点でありますが、年末年始は静かに過ごそうということで、新型コロナウイルス感染予防について、とまずは何度もこの場で申し上げておりますが、感染リスクが高まる5つのため、これにぜひご注意くださいということですね。まず1番目は、飲酒を伴う懇親会など、どうしても声が大きくなって唾が飛んでしまう。また大人数や長時間に及ぶ飲食、ここも結局長い時間同じ空間を接しますと、やはりどうしてもマスクを外した時に何人かがしゃべる、唾が飛んでしまう。言うまでもなくマスクなしでの会話、また狭い空間での共同生活、よく大学、高校などの運動部の合宿場で起きています。また居場所の切り替え、切り替わりということで、勤務中から休憩時間に移って、仕事場から休憩室へ、どうしても気の緩みが起こってしまう。そうした点で、この5つ、さらにはお店を利用する場合には事業者版のスマートライフ宣言、またガイドライン実践点、ステッカーの確認をした上でご利用くださいということです。また休暇の分散取得にもご協力をいただければ。年末年始の時期、帰省や旅行が集中し感染リスクが高まりますということで、まず県民の皆様方には帰省や旅行の分散にぜひご協力をお願いをしたいということ、事業者の皆さん方には従業員の皆さん方の休暇の分散取得にぜひご協力をお願いをしたいということ、また感染が拡大している地域との往来についてぜひ慎重に、ホームページなどで訪問先の情報を確認をしていただいて、当該都道府県の要請に沿った行動を、郷にいれば郷に従えということですね。また訪問先での飲食の際については、感染防止対策実践ステッカー、宣言書などの確認をということで、徳島におけると同じことを注意をしてくださいということです。また年末年始来県をされるご親戚、あるいは友人が予定をされている場合、
ぜひ先方の方に体調を確認をいてしていただきまして、もし仮に体調が実はあんまり今優れないんだよね、熱っぽいんだ、咳が出てるっていう場合には、まあ、ぜひご来店を控えていただきたいと、こうした要請をお願いをしたいということであります。またこれも常に申し上げていることですが、新型コロナウイルス感染症に対する偏見あるいは差別、絶対にやめていただきたいということであります。ということで、まあ、大体概略をご説明を申し上げたところでありますが、まあ、ぜひしっかりと対応をお願いをしたいということです。また年末年始の医療体制についてですが、従来ですと年末年始お休みになる医療機関もたくさんあるわけでありますが、今回については徳島県医師会の皆さん方のご協力ご後輩によりまして、診療検査協力医療機関への受診可能体制が整っておりますし、いつものかかりつけ医さんが仮に休診であるといった場合には、24時間対応可能な受診相談センターを設置しております。保健所ということですけどね。電話番号 0570-200-218、 0570-200-218 番となりますので、もし体調にご不安を感じられたときには、ぜひ早めにご連絡をいただければと思います。発表は以上であります。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございます。じゃあ感謝が2点お尋ねします。はい、どうぞ。この女性の方は、まあ、190例目の方の濃厚接触者ということです。そうです。続きからは、なんか お母さんとかです。あ、母親で、あとですね、あ、今年末年始のことちょっと発表あったんですけども、はい、県民の方に何かその多分、まあ、おそらくホームページとかでも、まあ、公開されてるんでしょうけども、はい、他に何かいろいろその例えばチラシを配るであるとか、何かそういう県民周知するためになって、はい、まあこれがまさにそのチラシというか、あ、はい、あ、そのものになりますので、カラーでもちろんホームページにも載せ出していただけますけどね。あるいは県民の皆さんというだけではなくて、県外からお越しいただく、そうした皆さん方に対しての注意喚起、やはりこれも必要であろうということで、例えば徳島アーブリ空港、あるいは南海フェリーの徳島ターミナルですね、あるいは JR 四国徳島駅であるとか、あるいは高速バス、その乗降の場所ですね、例えば徳島駅前、徳島特特ターミナル、こうしたところで今も少し申し上げた注意事点点ですね、こうした点についての PR をするために感染防止用品ウェットティッシュ、こちらを配布をさせていただいて、感染防止この徹底を呼びかけたいと。特に徳島アーブリ空港、あるいは南海フェリー徳島港におきましては、終日到着ゲートから通路に配布台を設置をして、到着客の方々にお取りをいただく形をとります。また今ご質問のあったホームページ、はい、こちらの方でも呼びかけをさせていただきまして、特に来県者向け、先ほどよそへ行かれる場合にその当該都道府県その指示事項をよく確認してくださいということで、その逆、徳島においでいただく皆さん方にもね、全国知事会から呼びかけておりますので、来県の皆様方のページを作成を特別にさせていただきまして、そして来県者の皆様方に対する感染拡大予防取り組みのお願いであったり、あるいは事業者版スマートライフ宣言である、あるいはガイドライン実践点ステッカー、また徳島コロナお知らせシステム、こうしたものについての案内を実施をいたします。ということで、県民の皆さん、あるいは来県者の皆さんに全国知事会からも言っているそうした注意喚起、
これをさせていただこうということになります。それいつぐらいかな。そうですね、年末年始ということですが、26日の土曜日から31日木曜日、時間的には先ほどアードリ空港と南海フェリーの徳島港は終日と申し上げましたが、それ以外のところは午前11時から午後5時までということになります。なんか啓発物品を配って、はい、ウェットティッシュですね、はい、ウェットティッシュのところに上、今言った注意する点を載せ、印刷してあります。それを置いてあって、まあ、それをとっても置いてあります、はいはい、例えば困った時の電話番号とかね、先ほども申し上げましたけど、ホームページにもそれ年末年始対応ということです。その特別になりますので、そうです、来店者向けの部分を作りますし、こちらは県民の皆さんですから、すでに持っておりますけどね。わかりました、はい、ありがとうございます、はい、そうです。まあ、先ほどの2年目の方なんですけれども、はい、まあ、濃厚接触者として検査して感染が確認されたということですね。で、やはり感染経路としては家庭内感染、まずここは家庭内ということですよね、うん、濃厚接触者ですから、うん、というで一番はその190例目の方がポイントということで、まあ、昨日中等症なんでなかなか聞き取りが難しいですよと申し上げたんですが、いくつか追加情報が分かりましたので発表させていただきたいと思います。まあ、実は発症から普通は保菌期間が14日間、だから14日間まで遡るという普通なんですが、実はその1日前、15日前、11月の29日に高知県に旅行されていたということが分かりました。そして一緒に行っていた職場の同僚1名、接触者として検査をすでに20日の日しておりますが、この方は陰性だったんですが、まあ、通常潜伏期間14日間というんですが、全国的にはもっと長い、例えば17日間とか、それで発症したという事例が多くありますので、まあ、おそらくここだろうということが分かったということです。あと年末年始の医療体制の中で、先ほど医師会の協力で、はい、そういった診療検査、医療機関を確保するということだったんですが、今のところどれ、まあ、完全に休診してしまうところも当然中にはあると思うんですけど、どれくらい確保できているか。そうですね、今全部で307医療機関が診療検査、協力医療機関ということですが、その多くがほとんどやっていただける。年末年始に限ったら、まあ60弱くらいの医療機関が協力できるということです。まあ60、そのまあ60ということですけど、まあ自分は県内そもそも入院している方が少ないという状況、感染者の数も少ないというのもありますし、なぜ60でまあそれなりに十分対応できる。そうですね。はい。で、ただその連絡を取る場合、先ほどの0750-2020-218があります。まあ、そちらにまたということで、これは県民の皆さん、あるいは来県者の皆さん方にもそこは知らせをさせていただきます。じゃあ、感謝から以上です。感謝さん、お願いします。すいません、どうぞ。まあ、同居の家族ということで感染リスクはかなり高いかと思うんですが、なんか具体的にその一緒にご飯を運んだとかって言っていいんですかね。まあ、ご家庭ですからね、うん、今ですから特に大都市部で感染拡大がして追えないと言われているのが、いわゆる家庭内感染ということで、ですから家庭の中でも注意するとこは注意してもらいたいですよねっていうのが大都市を中心に言われているんですよね。それとおそらく同じ屋根の下にいるわけですから、どうしても感染してしまう。もちろん飛沫感染以外の接触感染もありますので、まあ、そうした意味で家の中でもなるべくアルコール消毒、こうしたものはこまめにやっていただくのが望ましいということになります。あ、すいません、はい、どうぞ。あの発症2日前から戻るのが、はい、まあ、ないと思うんですけれども、これずっとお家にいらっしゃる。そうですね、ずっとこの方お家におられます。
買い物とかなんかちょっとした外に出るというのが行かれてないですね、ここも利用してましたら。ずっと、在宅で、はい、感染リスクが高いようなところに行かれたとか、具体的に何かと、はい、まあ、旅行の人方と一緒に行っていたということですから、当然飲食はいいということですね。泊まりで日帰りで、はい、日帰りで今は高知すごいですからね、感染。すみません、最近の感染経路ということで、まあ、土日に発表された分で、はい、あの飲食店に行かれてて、そこで、まあ、県外の方が多かったというような、はい、あ見てないですね、そうですね、いましたけど、まあ、例えば191例目の方が行かれた飲食店で、はい、県外客が多かったっていうのは、何かこう名簿を取られてたとか、そういうことでよかったんでしょうか。これは保健所が実は昨日立ち入り調査いたしまして、でお店から聞き取りをして、でそういうことが具体的に分かりました。お店の人が、そうです、県外客が多かったというふうに言っているという、はい、多いという多いというふうに言っている、はい、本日ね。あとそのまあ、そういう状況だと他にもまあ、感染した方がまあいらっしゃるのかもしれないんですけれども、そういったまあ状況でですね、まあ、県として何か対応を考えているようなことはありますか。まあ、保健所がお店にもまあそうしてお邪魔させていただいて、これで2件ですけどね、やはり注意喚起させていただいているのと、ただお店の中でどういうその感染予防策を取っているかっていう、例えば検温であるとか、あるいはその入り口の出生とかですね、あるいはお客さんとの距離、ソーシャルディスタンスとか、バトンの換気とか、こうしたものは必ず入って、で、指導させていただくんですが、これはきっちりできているということが確認できました。まあ、そういうこともあって、その次につながる公表ということは差し控えると。ちょっとその対策ができていながら、なぜこの191例目の方がというところ疑問が残るんですけれども、まあ、これはいろんな可能性があるんですけどね、例えばたまたますれ違うといったこともありえますし、それは偶発的なこともあります。他いかがでしょうか。はい、どうぞ。あの感染者の県内の感染者の、また入院ですね、はい、このお方今入院調整中ですが、この方を入れて5名ということになります、はい、お伺いでしょうか。ありがとうございました。はい、それではよろしくお願いします。それではありがとうございました。